今までですね、一脚っていう三脚じゃないカメラ用のやつで、この弁論のやつを使ってたんですけど、マサラカメラチャンネル一脚にしては珍しくですね、ここをくるくるくるっと回してですね、やるとここにあの三脚のやつがついてて、ここを広げて一脚だけで自立できるっていうやつを持ってるんですけど、でかいんですよね。でかくて邪魔なんで新しいのを試した。マンフロットのモノポッドウィズクイックアタッチメントというやつを買いました。これ3650円、ヨドバシカメラ価格。どういうのかというと、こういうのです。今までのと比べるとだいぶちっちゃくなります。そして軽く、スマートになります。 155.6cm 伸びると書いてありますね。こういうやつのタイプです。これがあの 155.6cm 伸びて、縮めた時の長さは 41.5cm、体感重は3キロまでと。なんで僕は個人的にですね、こうやって座ったままこうやって撮影することがあるんですけど、こういう時にね大活躍しそうですね。これ自体の重さは 0.35kg、 350g ですね。これの半、多分半分ぐらいですね。で 先っぽはこういう三脚のやつなんで、これくるくるっと回して止めるわけなんですけど、角度とかつけられない。そういう時どうするかっていうと、こういうのを持ってるんで、これをいうのを使ってやりたいと思っています。3キロまで使えるんで、一眼レフ、ちょっと大きめの一眼レフなんかも使えると思います。伸ばした状態の長さはこう比べるとこれしか違わない。普段使いでも問題ないサイズの、一脚モノポッドマンフロットの、なんだっけこれ、名前どこに書いたんだこれ、モノポッドウィズクイックアタッチメントか、これね、3500円ぐらい。これの回帰集も出てて、モノポッド名前わかんないけど、そっちはね500円ぐらい安いんですよ。でちょっとちっちゃくなって、このくるくる巻きがないのかな。で、耐荷重が多分半分ぐらいになるのかな。それはそれでいいと思うんですけどね。僕はちょっと上位機種を買いました。これはこれでいいと思います。